マルエツ株式会社マルエツは関東地方に展開するスーパーマーケットチェーンである。食品スーパーマーケットとしては国内最大規模の店舗数売上高利益を誇る。また海外店舗として中国にも出店している。2015年平成27年3月2日に霞やマックスバリュ関東とともにユナイテッドスーパーマーケット ホールディングス株式会社を設立し、その参加に入った。本校では、かつて、神奈川県と東京都において展開していた、スーパーマーケットである、参考についても記述する。1945年、昭和20年10月に、埼玉県浦和市、原埼玉市北浦和で、高橋越作りが、魚越商店として、魚の販売を行ったのが始まりである。 1952年、昭和27年6月16日に、鮮魚、乾物、食料品の販売を目的として、有限会社魚越商店を設立して法人化し、1959年、昭和34年9月に、有限会社丸越ストアに称号を変更した。1965年、 昭和40年4月には2号店で当社のセルフサービスの食品スーパー1号店となる大宮店を開設して現在の主力事業に進出し同年8月には日用品、雑貨、用品雑貨の販売等を事業目的に追加した。1970年昭和45年4月に東京都足立区に荒井店を開設して東京都に進出し 同年12月には、資本金4800万円で株式会社化して、株式会社マルエツストアに称号を変更した。1974年、昭和49年2月には、旧株式会社マルエツに称号を変更して、本社を埼玉県わらび市に移転し、同年11月には、田島店2階に、医療品売り場を開設して、医療品販売を開始した。 1975年、昭和50年2月には不動産業の高橋工業を九州合併するなど会社組織を整備した。また、同年2月には事業目的に医療品、医薬品の販売等を追加するとともに、同年12月には埼玉県大宮市に大宮物流センターを開設して流通体制を整備した。1976年、 昭和51年4月には、株式学面変更目的の合併として、丸越商事株式会社が、旧株式会社丸越を、九州合併し、新株式会社丸越に、称号を変更し、1977年、昭和52年2月に、東京証券取引所市場、第2部へ上場した。食品スーパーマーケットで、初めての上場となった。 1978年、昭和53年1月には株式会社プリマートを九州合併し、首都圏で100店舗を超えるスーパーマーケットチェーンとなった。当社は首都圏における有力食品スーパーとなっていたことから、当社と提携することが大手スーパーの首都圏攻略の鍵を握るとされていた。そうした中で、 1980年昭和55年3月に声優ストアとの全面提携が報道されたが、創業家の高橋家の中での意見の相違があったことを利用して大英側が逆転し、1981年昭和56年2月4日には大英グループの株式会社参考を吸収合併する契約に調印した。そして、1981年、 昭和56年7月31日に大英グループの株式会社参考を九州合併したことで当社は大英グループに入った。この合併時点で1と3県をカバーする首都圏最大の145店舗を展開するスーパーマーケットチェーンとなるとともに本社を東京都新宿区に移転した。なお合併を発表した直後の1981年。 昭和56年2月末で、株式会社参考は31店舗と110店舗の当社を大きく下回っており、社名も当社のものが引き続き使用されることになった。また、株式会社参考への代への出資比率は12、129%であったため、合併後の当社への代への出資比率も大きくなかった。そのため、高橋一族による支配が続き、物流も、 当社の従来からのものを引き続き使用して参考側の店舗と日本建てでの配送を続けた。この合併と同年の1981年、昭和56年には同業のサンデーマートを参加に入れグループ化している。しかし、その後に当社が不動産業の周和に株式を買い占められたことを受けて大英が株式公開買い付け。 TOB を実施して1991年、平成3年4月10日に成功したことを発表した。この株式公開買い付けで、大英が発行済み株数の約26.67%に、当たる2879.4万株を取得し、持ち株比率が約38.1%になった。その結果、大英取締役の小浜広正が代表権を持つ。 副社長となり、大英の支配力が強まって、高橋一族による支配は終焉した。そして、1992年、平成4年2月7日には、大英と共同で、忠実や株式の公開買付を行うことを発表するなど、大英グループとしての経営が行われるようになった。さらに、高橋八太郎は1994年、平成6年まで、 会長兼社長であったものの、同年には大英から派遣された藤井二郎が社長に就任し、以後2006年、平成18年3月1日まで大英出身の社長が続いた。また、1995年、平成7年1月に、旧丸越店舗と旧三考店舗で異なっていた物流システムを大英の物流システムに一本化することになった。 同年4月には、大英と共同仕入れを開始し、同年10月3日には、当時の大英グループの共通カードであった、OMC カードでのサインレス決済を、全店舗の食品売り場に導入、大英の他のスーパーと共に1998年、平成10年9月23日から毎月23日を、大英 OMC カードご有待デートした。 この大英グループとしての共同事業は営業面のみならず1999年平成11年7月19日に開始した障害者の介助犬の店舗への受け入れなどの社会貢献活動もあった。こうした大英グループとの協業化を進める一方で1996年平成8年3月1日に40店舗の生肉売り場を 大英ミートへの委託を止めて直営化し、2001年、平成13年12月に、独自の高品質型プライベートブランド、フーデックス、ホームックスの販売を開始して、大英の価格訴求型 PB、セービングと使い分けながら、他県との差別化を図った。その後、大英が、経営再建に取り組むことになった際には、大英出身の社長であった川一男が2000年、 平成12年3月1日付で、大英の再建のため同社、代表取締役副社長に就任したほか、2003年、平成15年5月22日には同じく、大英出身の社長であった、吉野平八郎が副会長としての復帰をするとともに、当社の店舗運営のノウハウなどを活用して、再建を図ることになった。その一環として、同年5月15日から、 当社の PB 商品であるのフーデックスを関東、甲信越の大英店舗でも発売し、GMS、大英高尾店、東京都八王子市を SSM に業態転換して、同年7月11日にグルメ式高尾店として新装開店した際には、品揃えや顧客サービスを含めた運営管理などを当社が全面的に受託して店長も派遣した。また、 2001年、平成13年2月22日に、大英が再検索の一環として、当社株式の5%を丸紅グループに譲渡したことから、同社グループの持ち株比率は5.16%となって、筆頭株主であった福岡ドームを上回り、同年3月15日に大英グループが丸紅フーズインベストメントに発行済株式10%を売却して、 同社の持ち株比率が19.7%となり、その他と合わせて、マルベニグループがの持ち株比率は20%を超えたことから、マルベニの連結対象会社となることになった。しかし、大英が2001年、平成13年2月27日に、子会社の朝日、ファイナンスサービスから12.03%を取得して、本体での持ち株比率を26.61%に、 引き上げて、筆頭株主の地位を保つとともに、グループ全体では、約35%を保有していた。そのため、この時点では、大英グループに求まり、両グループと、資本、業務提携する形となった。2006年、平成18年3月1日付で、生え抜きの高橋めぐみさんが、代表取締役社長に就任。同月から、 大英からの商品供給を自社独自の仕入れ体制に切り替えた。2006年、平成18年7月7日に、マルベニフーズインベストメントに東部ストアの株式を譲渡。また、小型店事業合理化の一環として、2005年、平成17年6月10日に、ポロロッカの近畿地区17店舗の営業を、おとつうに譲渡し、2007年、 平成19年2月にポロロッカの物流センターにフードエクスプレスのセンターを統合して3月に稼働した。イオンは2006年平成18年10月からの大英再生を支援する業務提携検討委員会で大英の持つ丸エツ株20%程度の譲渡を求めるなど当社との関係強化を求めた。 しかし、当社は、自主経営が前提との独自路線を堅持しながら、メリットのある点に限定した形での提携を主張していた。そのため、独自の商品調達を堅持することを主張しており、2007年、平成19年7月10日に発表された、イオングループや丸紅との業務提携では、共同での商品調達などについて、数値目標を入れなかった。なお、 2007年、平成19年9月13日付で、大英がイオンとの間で当社株をイオンに譲渡することで合意したことを受けて、同日付で、高橋義明が異常務取締役を辞任し、同月初イオンが当社株1500万株を取得して、当社ののぎ決権、比率33.2%を持つ筆頭株主となった。その後、2008年、 平成20年3月6日開店の丸越勝時6丁目店で、大英の PB セービングの代わりにイオングループの PB トップバリューの導入を試験的に行ったり、物流センター運営委託先にイオンの事業会社イオングローバル SCM を選定するなど、提携の具体化に取り組み始めたものの、商品の選択については、当社が主体となって独自で決定する路線を堅持した。 その結果、イオンの PB トップバリューの取り扱いは、約150品目に絞り込む一方で、自社の PB 商品である食品のフーデックスと、日用雑貨のホームスを、付加価値型として位置付けたのみならず、美味しいシリーズの自社の PB 商品を、約80品目から160品目に倍増する、方針を取った。こうした。 商品戦略を採用したことから、イオングループのプライベートブランド、トップバリューの売上高比率は2013年、平成25年2月期でも約、約0.3%に止まることになった。イオンが、丸中の株式を議決権割合で94.96%を、取得と産業丸中を、完全公会社化を、2011年、平成23年11月25日に行った。 この丸中は、順当資の目的で当社の2.24%の株式を保有しており、イオンの丸中株取得に伴ってみなし、共同保有者に加わったことで、イオンの議決権は34.21%と3分の1を超えることになった。ただし、イオンは議決権3分の1を超えることになった後も、独自路線の維持を認めており、そのため、2013年、 平成25年4月1日付で、生え抜きの上田誠が社長に就任した。同年から2011年、平成23年2月期末までに、広告宣伝などの合理化を目的として、屋号の集約化を図り、売り場面積650メートル以上の通常店舗を、丸越に売り場面積165メートルから500メートル以上の小型店舗を、 マルエツプチに統合することになった。このため、サンデーマートをマルエツに小型店のポロロッカとフーデックスプレスをマルエツプチにおのの統合することになった。ただし、高級店のリンコスは価格帯が大きく異なることなどを考慮して存続することになった。その後、2011年、平成23年3月11日に、 東日本大震災が発生した際には新店舗の開業を延期する企業も多かったが、当社は地域の生活インフラを担っているとして、計画通り同月16日に板橋駅前店を開店した。ただし、震災に伴う計画停電や商品供給などのある段階での開業となったため、消費者が買いだめを行ったことから、開業初日に入場制限を行うとともに、 品切れが多数出ることになった。また、いわゆるリーマンショック後の不況に伴う消費者の低価格志向への対応として、2010年、平成22年12月18日に、千葉県野田市にスーパーマーケット用一の1号店を開店し、ディスカウント店業態に進出した。その後、2012年、平成24年9月に、 中国の家電量販店大手企業であるソネー電機との合弁会社マルエツ香港を設立し2013年平成25年9月30日に中国のチャンスーシ無釈市に中国1号店リンコス無釈ソネープラザ店を開店して海外に初出店した。戦術の通りイオングループは 当社との提携強化を目指し、当社も自主経営が前提との独自路線を堅持しながら、メリットのある点に限定した形での提携に取り組む方針であった。そのため、イオングループとの営業面での関係は、PB 商品の供給など限定され、かつ、その売上高比率も2013年、平成25年2月期で、約0 0 3に止まるなど提携はあまり、 深まらなかった。しかし、当社の大株主である、イオングループと丸紅が2013年、平成25年3月に、業界の再編をして、首都圏の食品スーパー連合を形成する方針を、表明。2014年、平成26年5月19日に当社と霞に、加えて、イオンの完全子会社であった、マックスバリュー関東の3社が、 共同持ち株会社を設立して、その参加に入る形で、経営統合をすることで合意したと発表した。同年10月31日に、この再編で設立される新会社の社名を、ユナイテッドスーパーマーケットホールディングスとすることを発表するとともに、3社で売上高が最も多い当社の上田誠が、同社の社長に就任することになった。 経営統合に伴って2015年、平成27年2月25日に、当社は上場を廃止し、3月2日には、マルエツやマックスバリュー関東と共にユナイテッドスーパーマーケットホールディングス株式会社を設立、その参加に入った。なお、ユナイテッドスーパーマーケットホールディングスは、同日付で、東京証券取引所一部に上場した。 ユナイテッドスーパーマーケットホールディングスの発足に向けた協議の中でイオングループはプライベートブランド商品をトップバリューに一本化するように提案したものの当社など統合に参加する企業側が独自のプライベートブランド商品を中心とすることを強く主張したため参加の各社のプライベートブランド商品の取り扱い方針を保つ独自の戦略を取ることになった 2017年10月には、ユナイテッドスーパーマーケットホールディングスでのプライベートブランド商品である、エアチメ、イタイムを立ち上げ、取扱いが開始された。また、この再編で当社の持ち株会社の経営に参画することになった、霞会長のオバマ広政は、大英取締役で当社の下、代表取締役副社長であった。再編が続く中、大 一の死を実施していたり、イオンカードよりも、OMC カードを全面的に推していたりと、独立経営時代の大英職が、現在も強く残っている。OMC カードに至っては大英が終了した中、いまだに優待デーを実施したり、店頭に配布している申し込み書きで申し込むと、優待があるなど、イオンカードよりも優遇されている。大英グループは、創業以来、 良い品をどんどん安くをモットーにして営業していた。その後、企業スローガンとして、ホーザカスタマーズを掲げていたが、1998年、平成10年に、チェーンストアを用いた。この当時、大英創業者、中内伊佐夫が、大英グループ内で、チェーンストアではなく、チェーンストアと語っており、当社では、地域生活に密着した店づくりを目指すものとしていた。 2007年、平成19年5月にコーポレートアイデンティティを刷新する一環として、シンボルマークと共に改定され、ブランドメッセージとして、幸せ活を用いることになった。その後、2006年末から D マークを使わず、丸熱をロゴ化したもの、筆字のような感じで、現在のものとは別を一時的に使用する時期を経て、 2007年5月18日から正式に新しいマーク M の字を図案化したマーク A 字ロゴは丸列に変更と CI が導入され既存店舗も順次切り替えが進められている2000年平成12年上期にドクター元気が導入され同年11月30日に健康関連商品を集めたドクター元気コーナーが開設された ドクター元気は2001年9月1日に CDO、マイドクター元気を発売している。2013年10月現在、マルエツは1都5県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県に合計260店舗以上を展開しているほか、海外店舗として中華人民共和国に1店舗出店している。 当社の主力店舗業態で2011年、平成23年2月期末までに野号の集約化を図った際には売り場面積650メートル以上の店舗がこの野号となった。食品の他に医療品なども取り扱っている。営業時間は各店舗によって異なっており、朝10時、夜9時まで、深夜1時まで24時間営業など様々である。 前述した一と五県すべてに出店しているが、このうち茨城県は岩井店、栃木県は小山店それぞれ一店舗のみである。店舗によっては、店内で食事をすることができる、テーブル席、いわゆるイートインコーナーなどを備えている。売り場面積100坪型の小型店、ポロロッカよりも小規模な店舗を目指して開発され、売り場面積50坪型の小型店として2009年、 平成21年6月11日に1号店の日本橋金座通り店開店した都心立地の小型食品スーパー業態。当社の小型店舗業態で2011年平成23年2月期末までに屋号の集約化を図った際には売り場面積165メートルから500メートル以上の店舗がこの屋号となった。このため2010年 平成22年4月時点で5店であったが、ポロロッカの26店と、フーディックスプレスの15店が加わり、店舗数が大幅に増えることになった。さらに、2010年、平成22年10月28日開店の神田塚町店では加工センターを活用して、作業場と在庫場のバックヤードのない店舗とし、売り場面積約130メートルから165メートルという、 コンビニエンスと穴見の正面積での出店も可能な業態としている。生花、鮮魚、生肉の生鮮三品に加えて、総菜を強化した食料品主体の小型スーパーマーケットである。経費削減のため、2013年、平成25年2月14日開店の日本橋本町店では、鮮魚や生肉から日配品まで自動発注の対象を広げ、 以降各店舗でも同様の自動発注を導入していくことになった。コピー機や ATM などが設置されており、一部店舗を除き24時間営業であるなど、コンビニエンスストアを意識した都市型店舗である。東京都内に集中的に出店しており、2010年。 平成二十二年十二月一日時点で当社の都内百三3店のちあたり業態は四十五店を占めるなどその大半は東京都二十三区内に存在している。東京都内のうち二十三区以外でも武蔵野市の吉祥寺店の一店舗、そして神奈川県内は横浜市中区に館内店と山下公園店、西区に花咲町六丁目店の計算店舗、千葉県内は 千葉市中央区に千葉港駅店の1店舗など、1と2県、東京都、神奈川県、千葉県に出店している。今後、さらに都市部やその駅近くに出店を拡大する予定である。高級スーパーユニリビングは、リバーシティ21内と海浜幕張駅近くのベータ運転を運営しており、この2店舗を買収して継承し、2002年、 平成14年10月17日に当社の店舗として新装開店した。継承に際して買収前の品揃えなども引き継いだため、切り替えに伴う閉店日数はわずか1日であった。2006年平成18年3月15日に東京都立川市に立川若葉町店を開業し、同月23日に東京都港区に高輪店を開店した。 その後、東京大での出展は行わなかったが、2011年、平成23年12月7日に、六本木ヒルズヒルズゲートタワーに、六本木ヒルズ店を約5年ぶりに出店することになった。また、2013年、平成25年9月30日に、中国チャンス小無尺市にある複合施設内に、無尺ソネープラザ店を開店しており、 海外にも展開されるようになった。なお、立川若葉町店は2011年、平成23年6月10日に、丸越に業態変更して、真相開店した。丸越チ同様、売り場の大半を、食料品を占めているが、リンコスでは、輸入食品であるワインや菓子類なども取り扱っている。店内 BGM は、クラシック音楽が流れている。 リバーシティ店とベータ運転の営業時間は朝10時から夜10時までであり、高輪店と六本木ヒルズ店は24時間営業である。2010年平成22年12月18日に千葉県の田市に1号店を開店したディスカウント店。標準店の約60%の約6300品目へ商品数を絞り込み、価格を標準店により、 約30%安くすることを目指した業態である。また、単独店舗ではないが2008年10月2日にオープンした越谷レイクタウン店の鮮魚部門も、魚、越を名乗っている。2011年までに面積が500平米以下の店舗を丸越プチとし、650平米以上の面積を持つ店舗は丸越にすべて統一した。なお、 リンコスについては価格帯が大きく異なるなどの理由により存続となった。24時間営業で売り場面積が約150坪から約200坪で生鮮食料品と総菜が充実した店舗とすることで都市部でコンビニエンスストアに対抗できる店舗を目指した業態。2001年平成13年7月4日に1号店として 東日報利店を開店した。売り場面積165メートルから500メートル以上の小型店舗を丸越プチに統合することになったため、2010年、平成22年4月時点で15店が営業していたフーデエックスプレスの店舗は丸越プチへ屋号を変更することになった。かつては国際新赤坂ビル西館に入居していた。 売り場面積70坪から170坪の小型店で、1995年、平成7年に、神戸市に1号店を開店し、同年8月16日に、東京都足立区に一つ家店を開店して、関東地方に進出した。2002年、平成14年1月17日に、マイカルから、株式会社ポロロッカを買収して参加に入れた。当社の参加に入った後は、 フーデックスとの差別化のために山手線内のオフィス街を中心とした地区に特化して出店することになり2002年平成14年2月末までに郊外の不採3点10店を閉鎖した2005年平成17年6月10日に近畿地区17店舗の営業をおとつうに譲渡するとともに 同年3月31日から7月15日に3店舗を閉店するなど20店舗の営業を終了した。2007年、平成19年12月1日に、丸越に九州合併した。合併時点で、小型スーパーマーケット22店を運営しており、店舗の名称としては九州合併後も継続した。売り場面積165メートルから500メートル以上の小型店舗を マルエツプチに統合することになったため、2010年、平成22年4月時点で26店が営業していたポロロッカの店舗は、マルエツプチへ屋号を変更することになった。2007年、平成19年12月1日に、マルエツに九州合併し、テナント運営部門は九州分割で、マルエツ開発が引き継いだ。合併時点で、 小型スーパーマーケット二十六店を運営しており、店舗の名称としては九州合併後も継続した。二千十一年、平成二十三年二月期末までに、ヤ屋ーの集約化を図った際には、売り場面積六百五十メートル以上の店舗が丸熱に統合することになったため、二千十年、平成二十二年四月時点で二十店が営業していたサンデーマートの店舗は、 マルエツイヤ号を変更することになった。2009年、平成21年8月にラオックスを買収した中国の家電量販店大手企業であるソネイ電機と2012年、平成24年9月に合弁会社マルエツ香港を設立し、同社が全額出資する中国現地法人が食品スーパーを20店出店していくことになった。 中国現地法人は、開業に際して、大学卒を中心に、約80人を正社員として採用し、日本国内の店舗よりさらに丁寧な、日本流の接客を目指した。その一号店として、2013年、平成25年9月30日に、チャンスー省無尺市にある複合施設、ソネープラザ内に、リンコス、無尺ソネープラザ店を開店した。 1966年、昭和41年3月開店2008年、平成20年までに閉店。市川主貝塚市奈良市の市、千葉県地盤のスーパーマーケット、8000台デパートを九州合併し、1971年、昭和46年に、売上高約48億円で13点になった。1977年、 昭和52年9月に合併で合意し、1978年、昭和53年1月に九州合併された。合併時点で34点であった。参考は、岡田屋、川崎市場の五福商店、現在の横浜岡田屋資本の量販業態として、1961年、昭和36年11月に資本金100万円で設立された。 同月に一号店として、小田店を開設可能を皮切りに、武蔵小杉やか島田、上ぼりと、武蔵新城、溝の口などの南部戦争や、川崎大島へや川崎駅前、元住吉など地盤である、川崎市内に加えて、隣接する横浜市内の津波島や星川等へ、出店を進め、1970年、昭和45年には売上高約150億円の、 中堅スーパーへ成長した。しかし、経営難に陥ったため、1970年、昭和45年2月にダイエーと提携して、再建を図ることになり、ショッピングセンターの管理、運営は、ダイエーショッピングセンター運営部が継承するとともに、同年7月にダイエーと共同仕入れ会社のエマックを設立した。なお、この提携以前には、ダイエーの創業者、 中内さんは血を流して一体化すべきであるなどと発言して業務提携に批判的であったが当社との提携を皮切りに同年4月18日に高知市の大橋通にフランチャイズ1号店を開店し同年7月24日に佐藤や宝や福や丸作とフランチャイズ契約や業務提携をすると発表するなど提携戦略の展開をするようになった この提携直後の1970年、昭和45年には3月21日に川崎市の向ヶ丘遊園駅前に専門店約60店が入居する向ヶ丘ショッピングワールドを開業し、同月26日に横浜市長津田に専門店約40店が入居する長津田ショッピングワールドを開業、11月20日に 横浜市上大岡に上大岡ショッピングワールドを開業、同月28日に横浜市井戸ヶ谷に井戸ヶ谷ショッピングワールドを開業するなど大型店を相次いで出店した。その後、業務体制の確立のために約7年間にわたって出店を凍結し、食品スーパーとして総合スーパーダイエーと異なるチェーンストアとして展開した。1981年、 昭和56年2月4日に、株式会社マルエツに、吸収合併される契約に調印し、同年7月31日に吸収合併された。合併時点の資本金4.8億円2002年、平成14年1月17日に、マイカルからを、全株式を4.8億円で買収して参加に入れ、2002年、平成14年5月24日に、 代表取締役副社長を派遣し、2007年、平成19年12月1日に、丸越に吸収合併した。合併時点で、小型スーパーマーケット22店を運営しており、店舗の名称としては吸収合併後も継続した。しかし、売り場面積165メートルから500メートル以上の小型店舗を丸越プチに統合することになったため、2010年、 平成22年4月時点で26店が営業していたポロロッカの店舗は、マルエツプチエヤ号を変更され、店名としても消滅することになった。2007年、平成19年12月1日にマルエツに九州合併し、テナント運営部門は九州分割でマルエツ開発が引き継いだ。合併時点で小型スーパーマーケット十六店を運営しており、 店舗の名称としては九州合併後も継続した。2011年、平成23年2月期末までに、野号の集約化を図った際には、売り場面積650メートル以上の店舗が、丸越に統合することになったため、2010年、平成22年4月時点で20店が営業していた、サンデーマートの店舗は、丸越へ野豪を変更され、店名としても、 消滅ことになった。現在、インターネット、食卓 .jp を利用した生鮮食品販売、マルエツネットスーパーを行っている。自宅まで宅配してもらえ、隠しカードや代金引換えが利用できる、利用には、食卓 .jp の会員にならなければならない。また、楽天市場内でも、マルエツふれあいショッピングを行っている。こちらは、 ギフトモの中心。配送は、日本郵便、大和運輸、日本通運などの業者が行っており、全国配送可能、離島などは配送不可能の場合あり。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。